145キロ。センター返し、お一旦止まってまたバックする。マラカはなおもバックフェンスいっぱい取ります。初球打ちはファウル、151たんですがうまく打たれましたということですね。なるほど、すごいスピードも。152キロ。フォークボールもあります。石井和久、高めのボールファウルです。変化球、超音速バットを出した。レフトの前、レフトが前進、前進、前進。ことによってボールを見なきゃいけないんだという。良さそうですか。いや、もっと打ち気で見逃してほしいです。あーボールワン、あーストレート。見ちゃうんですよ、こういう風にボックスの中で出ていかないと力負けしますよ。あーおっと、149キロ追い込んだ石。これまたストレート、ファールチップ、空振り三振。さあそこで初球、おストライク取ってやりました。2球目これはファールボール、ね、やはりあのコースにもついていけるんですよね。